次の証は韓国のハンマー教会の生徒の証です。C チャンネルというクリスチャン放送で放映され。日本語版もあります。こんにちは、私はチュンチョンハンマー教会のパクヒョンヒです。私が主人となって選択した暮らしの終わりは家の崩壊でした。しかし、心の主人が私からイエス様に変わると。 人生の問題が解け始めましたもう苦難は私にとって恐れることではありませんでした今からその証をしようと思います母の家は誠実なクリスチャン家庭でしたそんなクリスチャンホームで育った母がイエス様を信じない父と結婚し父は母を教会に行かせないよう迫害しました教会に火をつけてやると言いましたなので母は教会に行きませんでしたが 子どもたたちは教会に通わせてくれましたこんな母の影響で幼い時から教会に熱心に通うようになり私は自然と自らら誠実なクリスチャンだと思って暮ししましたそんな私が大学に入学してすぐ今の夫と付き合うようになったのですが彼は誠実で人間関係も幅が広く大学時代は学生長をするほど賢く能力のある人でした。 ででもイエス様は信じませんでした。その時彼からは「愛してる」というラブレターを300通以上もらいましたその最初の手紙には「図書館で勉強をすると眠くなるけどあなたに手紙を書くと目が冴えてくる」このように書かれていました文学青年でしょこうやって彼が私を命がけで愛してくれるので彼のことがとても好きになりこの人が 私を幸せにしてくれるだろうと固く信じました。そのように付き合っていたとき、神様は不審者と釣り合わぬくびきを共にするな、という御言葉をくださいました。その御言葉を神様の言葉と受け取り、軍隊に行った彼に別れようと手紙を書きました。ところが彼は絶対に別れることはできないと、軍隊から脱走してきました。私と別れるくらいなら死ぬと鮮度に飛び込みました。 大騒ぎを起こしました。そんな状態になり、本当に彼が死にそうでした。なので結局神様の御言葉に逆らって、私の思い通りに自分が愛する彼と結婚することに決めてしまいました。神様でなく男性を選択したのです。彼はイエス様を信じませんでしたが、私を命を懸けて愛してくれるので、私たちの結婚生活は当然幸せになると信じました。 また、結婚したら私について信仰生活をちゃんとするだろうと固く信じました。結局、多くの右よ曲折を経て、9年付き合い結婚することになりました。ところが、結婚しても夫は教会に行きませんでした。なので私も教会に行かない日が多くなり始めました。少しずつ神様と遠くなっていきました。徐々に神様に対して関心がなくなり始め、 後ではたただ適当にに世の中に妥協ししし暮らしました結婚してみると神様より夫がもっと大切で天の御国よりこの世がもっとよく見えましたそうやって一年過ごしたのですがある日急に夫が離婚しようというのです線路に飛び込むほど愛していると言った夫が離婚をしようというので人生がガタッと崩れ落ちるようでした離婚は思っても見ないことでした夫の愛を固く信じ 神様の御言葉を破ってまで結婚したのに結果は離婚しようということでした夫をあんなに信じていたのに離婚だなんて離婚という言葉を聞いた瞬間私は絶対に絶対に人は信じられないということを知りましたこんな夫の裏切りに私はこの世の実情が正確にわかりましたそしてその瞬間すべてがわかったのです ヨハネの福音書1章5節で「この世は闇だ」ということと第一ヨハネの2章16節で「この世は肉の欲を追求するところだ」ということを知りました人の愛は変わるんだな変わらないようだった夫の愛も変わるんだな愛する夫と一緒ならこの世が終わるまで幸せだと思ってた私の考えが完全に崩れながらこの世のすべての価値観がガラガラと崩れてしまいました そうして私の視線が初めてこの地から天に向かうようになりましたこの世に向かっていた私の観点が神様の観点にパッと変わったのです天の御国が実像であってこの世がすべて虚像だということに気がつきました今まで聞いた御言葉がすべて事実だということをその時になって悟りました 牧師先生があれほど言われていた復活その復活されたイエス様がまさしく私を創造された私の創造主の神様だということに気がつきましたイエス様はもともと私の主人だったのかイエス様がもともとの私の主人だったのにこの主人が分からず主人の御言葉を無視し私が主人になって結婚を決め結婚したということに気がつきました 神様の前にに本当に申しし訳ない気持ちでしたヨハネの8章44節でイエス様が主人でない人の父がまさしく悪魔だということを知りました。私の父が悪魔だったとはその御言葉を見ると私はそのまま地獄行きでした。私が主人になって生きてきた罪の結果は地獄でした。幼い時から神様を信じると言いながら結婚を決める時も私の勝手に決め。 人生の大きく小さい決定をするときも、すべて私の意のままに決定したのでした。私の心のどこにも神様はおらず、神様とは関係ない人生を生きてきました。私の人生は私のもので、私が主人でした。本当に胸が痛く、心から深く涙で悔い改めました。そしてやっと、復活されたイエス様を主人として迎え入れました。 イエス様が主人となってくださったので、暮らしが変わり始めました。家庭が守られ、私に苦難が来ても、私はもう状況と環境に振り回されるものではありませんでした。私の罪のために死んで復活されたイエス様の愛で、ちゃんと勝つことができました。その当時、夫は水産物の卸業をしていたのですが、事業はうまくいっていました。 一晩ソウル水産物市場から2.5トントラックに荷物をいっぱい乗せて帰ればその値段が100万円ほどのスケールの大きい事業でしたそんなにうまくいっていたのに IMF 経済危機の風当たりを受け品物の価格が安定せず結局は潰れてしまいましたその当時私はォ温ドウォントンで教師として勤務しており夫はチュンチョンで事業をしていました 私は夫が事業をちゃんとやっていると思い資金が必要だといえばその都度銀行の融資を許可しましたそうして1999年の末からあちこちから一つ二つと給料の差し押さえが始まり後になって2000万円程度の金額だと知りました2000万ですってえっ、ー、という声が出るほどびっくりしましたその当時の2000万と言ったら 私の給料ではやっと銀行の日支だけ返すことができ元金はそのまま残り一生返しても返せない金額でした結局一晩にして全てのものを失ってしまい多くの借金取りに悩まされる身の上になってしまいました夫は借金取りに追われて隠れて過ごさなければなりませんでしたなので夫がやっ,てやってた店を私が直接出て行って処分しなければならず また、多くの借金取りを私が直接相手しなければなりませんでした。夜、電気をつけて暮らすことができませんでした。家に電気がつくと、人がいると思って借金取りが押しかけてくるので、明かりをつけられませんでした。なので、夜は真っ暗闇の中で過ごしました。ある日、仕事を終え、家に戻ると、小学校に通う息子が電話局から電話料金を払わないので、電話を切ると連絡が来たというのです。なので、息子にどうしよう。 と言うと息子がお母さん大丈夫電話が切られたのは1,2階のことじゃないでしょというのでしたそして両親が残してくれた2階建ての家までも全て失ってしまいました事業が潰れるとあんなに推進力があり能力のあった夫が完全に無気力になりましたそんなある日耐えきれず大学生たちが多く住む大学前の10つのワンルームを借りました そのワンルームは本当に狭く、荷物を持っていくこともできず、ただお茶碗四つを持って、幼い息子二人を連れて、夜中に夜逃げするように引っ越しました。そこにはキッチンもガスレンジもありませんでした。ただ部屋が一つあり、小さいトイレがありました。靴を脱いで入る小さな玄関に、携帯用のバーナーを置いて、ご飯を作って食べました。おかずを買うお金もないので、 じゃがいもを一箱買って、毎日じゃがいもとキムチだけ食べました。その当時、うちの長男は小学校2年生だったのですが、運動靴が小さくなって指が曲がって、痛くても靴を買ってということができませんでした。うちの状態が本当に大変だとわかるので言えなかったのです。いつか実家の母が家に来ました。窓から下を見下ろして。 車の屋根がみんな剥がれたおんぼろ車を見つけました。夫に、あんなにおんぼろな車もあるんだと言いました。夫は深く短く、私の車です。母は何も言えませんでした。15年をずっと過ぎた廃車レベルの車でした。ある日、私がその車を運転していて、給油系に赤ランプがつきました。ポケットを漁ると200円しかありませんでした。ガソリンスタンドに入っていきました。 いくら入れますか？200円。いくらですか？200円です。私の顔をじっと見つめてからガソリンを入れてくれました。また自動車税を2回も支払えずにナンバープレートを2回も取られたこともあります。そうやって本当に辛く苦しく過ごしました。事業が潰れる前に神様に祈りました。潰れるのが神様の御心なら潰してください。 つぶれないのが神様の御心ならつぶさないでくださいところがつぶれましたそして夫と私はセットで信用不良者となりましたでも感謝しました事業がつぶれれば夫が主のもとに帰ってくることを知っていたからですその時牧師先生が十つのものワンルームに訪ねてきました 二階建て住宅に住んでいた私たちがずっつぼのワンルームに引っ越したのをご覧になり牧師先生はとても心を痛められましたにもかかわらずマラキ木書三章の十分の一献金の御言葉ばを話されました十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよこうして私を試してみよう万軍の主は仰せられる私があなた方のために天の窓を開き 溢れるばかりの祝福を、あなたがに、あなたがに注ぐかどうかを試してみよう。私はその御言葉を神様の御言葉と受け取り、お金がなくても十分の一献金を必ずしようと努力しました。私が捧げる十分の一献金を神様が奪っていくのではなく、私のために天の御国にきちんと積んでおられるということに気がつきました。 今この地にお金は一銭もなくても永遠に生きる天の御国の倉庫にうず高く積まれておりたとえこの地では賃貸の一部屋しかなくても天の御国には私の家があるということに気がつきました天の御国に私の家があるということに気がついたのでとてもうれしかったです何も持たないようでもすべてのものを持っているという御言葉のように私がお金持ちであることに気がつきました 私がお金持ちだったのです私の主がおられる天の御国があまりにもはっきりしているのでこの地でちょっとお金がなくても関係ありませんでした。もちろんお金がないととても不便ではあります。でも神様が天の栄光を全て捨ててこの地に来られ貧しくなられたのはまさしく私を豊かなものにしてくださるためだということに気がつきました。ああらじゃあ イエス様が私の主人なら私の借金はすべて主のもので主のものはみんな私のものねその瞬間お金に対するすべての思い煩いがみんな飛んでいきました私の借金は主がすべて解決してくださるという信仰が生まれましたそしてこの地での暮らしが旅人の暮らしだということに気がつきましたこの地での暮らしは休暇をしに海辺に行って 二泊三日テントを張って帰ってくるのと同じだということに気がつきました主がお呼びになったらすべて置いていかなければならない人生でしたその時に私が好きだった賛美歌があります受けしこの喜びは誰も知らねど私はこのように主との愛にすっかりはまってしまいましたその時から十坪のワンルームに暮らしても愚痴は言いませんでしたそんな私を見て 夫は幸せを感じ、夫と私が幸せなので、子供たちもすくすく育ってくれました。第二リンと四章の御言葉のように、四方八方から苦しめられますが、急することのない人生を生きるようにしてくださいました。無一文になったにもかかわらず、私のような幸せな人がこの教務室にいるだろうかと思いながら暮らしました。 いいつも喜んでいなさすべてのことについて感謝しなさいという見言葉ばは私の状況や環境に関係なく享受できると気がつきましたそんなある日借金取りたちが私が勤務している学校をどうやって知ったのか学校に訪ねてきましたその時はチュンチュンで勤務していました頭を短く買ったサラ金業者が黒い手袋をして教務室の中に入ってきて私の机の前にさっと立つのです外に 人々を何人か立たせてです。私はとても驚きましたが、でも客なのですぐに平成に戻り、コーヒーを入れました。そして心はハラハラしていたのですが、コーヒーをみんなの飲んだ後、その人は A4 用紙を机の上にバンと置いて、皿金50万円を1ヶ月以内に返すという覚書をかけと言いました。本当に怖かったです。その上、もしその時まで借金を返さないな なかったら教師ができなくなるぞと脅迫するのですサラ金の利子が毎日毎日増えるので元金より利子がもっと怖かったです私はどうして良いかわからず言われたまま借金を返すとつい覚書を書いてしまいましたそうでなかったら教務室で暴れそうだったのです次の日の朝の祈りの時間にその紙を持って行き神様に祈りました父なる神様この紙 ご覧になったでしょう借金取りが私を脅迫したのを聞かれたでしょうこの日まで借金を返さなければ教師ができなくなりますこの日まで借金を返せるようにしてください切実に祈りました方法がないので早朝の祈りに毎日出席し借金を返せるようにしてくださいと祈りましたずっとそう祈ったのですが売れなかった夫の店がちゃんと処分され本当に不思議なことに その日にその借金を返しました。神様は私の祈りに応えてくださいました。その当時、引っ越しを4回したのですが、ある時は借金取りが家の前をずっとうろつくようで、とても怖くて引っ越して2ヶ月で他の家に引っ越しました。そうやって多くの苦しみがありましたが、復活されたイエス様が私の主人となってくださったので、耐えることができました。 その時、私が好きだった御言葉が、ピリピ4章6・7節でした。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って祈れば、主が平安で満たしてくださる、という御言葉でした。その御言葉を信じ、すべての思い煩いを主に預けると預け祈る時、主は本当に平安によって私を満たしてくださいました。 苦難は相変わらずありましたが復活された主がその苦難を踏んでその上を歩くようにしてくださいましたそうやって1999年末から2010年までの10年間給料を差し抑えられて暮らしましたそうして夫がまた始めた下水道のパイプ代理店がうまくいき2009年には6億まで売り上げました結局2010年に すべての借金を返しました10年ぶりに給料の差し押さえが解かれました主にとても感謝しましたところがですそんなに苦労した後に晴天の霹靂のようなことが起きました2011年に乳がんの宣告を受けましたがんだという知らせを受けた時夫と私はお互い何も言えずしばらく沈黙の時間が流れました やっと楽になったのにしかし少し後にイエス様が私の主人だということを思い出しましたイエス様は私の物質の主人だったように私の命の主人でしたお金に対する全ての思い患いを主に預けて生きたようにがんも主に預けましたそして感謝しました10年の間給料を差し押さえられて苦労した時は健康で すべての状況が良くなった時、病気になったことを感謝しました。結局、神様の恵みによって手術をちゃんと終え、今はこんなに健康に暮らしています。私は今、クリスチャン教師として、学校で35名程度集まるキリスト教の同好会を運営し、喜んで祝福を伝えて暮らしています。すべてが過ぎてみると、このすべてが皆主の恵みだったことを知りました。 私に与えられた夫も苦難も全て感謝することでした。自分勝手に判断し従順でなかった私を受け入れ喜んで暮らすように導いてくださった主に全ての栄光をお返ししながら私の証しを終えます。ありがとうございました。 もっと多くの証をご希望でしたら次のリンク先を訪問してください。facebook.com スラッシュ hmu オン y ージーザス hmu ただ主だけが。